はいどうも、発狂マシンガンの足です。今回は、ショータイムが来たということで、おすすめ育成紹介ということで、今回もこの3選手のおすすめ育成を紹介していきたいと思います。今回新しく追加されたスキルはフォートレスということで、フォートレスの効果、後半のキックオフ以降リードしている場合にディフェンスに関する能力が上昇。まあ、リードしてないと意味がないということですね。まあまあまあ、いいスキルなんかな。まあちょっと、まあ僕が予想してた能力とは違いましたね。ということで、この3選手、おすすめの育成方法、紹介できたらなと思ってます。最初に良ければチャンネル登録していってもらえたらとても嬉しいです。ということで、行きましょう!はい、ということで、1人目がチアゴシューバということで、で僕はディフェンスに11、フィジカルに13、瞬発に5っていう感じの育成にしました。で、まあ、なぜこういう育成にしたかというと、まずフィジカルはなんかね、TS100 で90乗せたいんよな。だから最近やっぱフィジカルの良さに気づいてきた。マジでね、フィジカルあるのとないのに全然違うんよ。もう使っててわかる。最近マジでフィジカル大事やから、できればね、TS100 で90に乗せてほしいかなと僕は思ってます。いや、マジで、フィジカル、やばい。上げた方がいい、マジで。取りやすさが全然違う。もう、もぎ取ってくれるフィジカルあったら。で、まあ、瞬発力なんですけど、まあ、僕の勝手なあれなんですけど、まあ、合ってるかもわからないんですけど、まあ、最近まあ、ちょっと事故が増えたじゃないですか。で、なんかその、取った後、が、なんか瞬発ないと事故りやすいのかなと勝手に思ってます。合ってるかもわからないんで、この瞬発はちょっと任せます。ここをまあ全然違うところにやってもらってもいいんですけど、まあ、僕はそう思ってるので、まあ瞬発70に乗せたいかなと思ってます。まあ、これはマジで合ってるかわからんけど、僕はなんか瞬発力なのかなと思ってます。いや、取った後がなんか瞬発力ないから遅いんかなと思ってたり。で、まあ僕は瞬発力ちょっと上げてます。で、まああとは守備ですね。まあ余った分っていうか。って感じで、まあ守備を上げて。こんな感じですかね。まあ瞬発がちょっとわからんけど、まあ大事なのはフィジカルかな。マジでフィジカル90乗せてほしい。ほんまに。で、まあスタミナなんですけど、まあセンターバックなんで、まあ73あれば別にいけるかなと。うん、センターバックやっぱ減りづらいんで、まあこれぐらいでいいかなと僕は思ってます。僕がしたい、僕のおすすめはこれですね。良ければ参考にしてください。はい、ということで、ミリトンのおすすめ育成はこんな感じです。まあミリトンはちょっとまあ一応2つあって、まあサイドバックとセンバーどっちもいけるんで、まあどっちもの育成紹介できたらなと思ってます。で、まあまず最初がサイドバックですね。ちょっと悩んでるんですけど、まあ、ドリブルはとりあえず3上げた方がいいかな。まあ、とりあえず TS100 で全部70乗るぐらい。で、パスもまあ元々は結構あるんで、まあ上げんくてもいいかなと。で、まあスタミナ85は欲しいかな。まあもうちょい上げてもいいんですけど、まあ僕は85でもいいかなと。で、フィジカルがまあ83。まあ TS100 で85ぐらいかなと。で、あとは守備。まあボールダッシュも90乗せる感じ。まあこれはどうやろうな。ちょっと守備上げすぎ感もあるけどな。まあもうちょい守備下げて、まあそう、瞬発上げてみたりね。瞬発がちょっとほんまにわからんからな。瞬発5上げも結構ありやな。まあサイドバックで使うならまあ、全部一応80は超えたい。うん。守備系は。ディフェンスをもうちょい下げて、まあ、もっとパス上げたりもできる。で、スタミナも90乗せたり。うん、これもあります。サイドバックほんまな、俺がちょっとな、特殊なんかな、ちょっとサイドバックのサイドバックに必要と思ってる能力がちょっと俺は特殊なんかなって感じで、まあ、こんな感じかな。で、まあ、センバやったら、いやでもセンバ、いやこれセンバ企業ないな。なセンバにしてもな、そんな別に守備能力変わらんから。これサイドバックがおすすめですね。うん。センターバック、はちょっときついかも。うん、これはちょっとサイドバック向きですね。ミリトンはさっきの2つ紹介したサイドバックの感じがいいかな。ミリトンはサイドバックが良さそうですね。まあサイドバックこれ強いな普通に。はい、最後が
ファンダイクということで、僕はパスに1、ディフェンスに13、フィジカルに2ですね。これが一番いいんかな、僕的には。まあ、スタミナはまあ、1000馬なんで、まあ、70あればいいかなと。で、フィジカル90乗る。元カンめっちゃ高い。で、ディフェンスも全部90乗せる、TS 役で。で、パスも一応 TS100 で70乗るよぐらい。これでいいんじゃないですか。これでいいんじゃない、僕はこれですかね。いや、もうこれ以外正直僕はないかな。あ、では1個余ったのチームスタイルと。なんかね、僕ね、あのディフェンダーの求める能力がちょっと異常なんかな。必要としてる能力が違うと思うんですけど、まあ、僕はまあ今まで使ってきた感じでは、まあ、この能力で強いかなと思ってます。これはちょっと参考になるんかな。でもやってほしいよな。俺はこれで強いと思ってるから、まあ、良ければ参考にしてほしいです。はい、ということで3選手のおすすめ育成紹介でした。まあ、今回の育成はちょっと参考になったんかな、ちょっと分からんけど、まあ、僕は今まで使ってきてディフェンダー、まあ、こういう能力で強いと思ってるんで、良ければ参考にしてみてください。まあ、いろんなねコメント意見あると思うんで、よければしていってください。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。はい、最後、言うの忘れてたんですけど、このガチャ、引くべきかどうかについてなんですけど、いやー、これちょっと難しいな。僕もまだ使えてないんでね、ちょっと言うのは、あれなんですけど、フォートレスな、どうなんやろ。こうディフェンス能力上昇、さ、どんだけ上昇すんねやろうな。でこれがさ、発表されるかもわからんやん。どれぐらい上昇されますよとか、それさ教えてくれたらいいのにな。いや、それないから、ちょっと何とも言いづらいよな。とりあえず当たり順的に言うと、まあ1ミリトンかな。今能力見た感じですよ。断定はできないんですけど、2位がチアゴシューバかな、3位がファンダイクかな。で、これ引くかどうか迷うな。まあ、守備の選手あんま持ってない人とかなら、まあ全然引いても良さそうやけどな。まあでもちょっと今後まあスキル追加が来るんですよ。で、そのスキル追加にもし、このね、フォートレス、これがつけれるってなったら、もう全然変わってくるよな、この価値が。それがちょっとわからんから、ほんまに難しい。いや、このスキルマジでさ、ショータイム限定にしてほしいけどな。そこがわからんから、ちょっと難しいよな。能力的には別にな、無理して引かんでもいいんかな。まあ、普通にミリトンは強い。ミリトン狙いで引くのは、まあ、全然良さそうかな。まあ、普通に強いけどな。僕的には無理して引かんくてもいいかなって感じですね。で、まあ、最後に、本当の本当の最後に、まあ、僕の育成にちょっとまあみんな疑問抱いたと思うんですよ。わからんけど。まあ、ちょっとなんか、ほんまにこの育成でいいんかと思った方、まあ、いると思います。一人ぐらい。絶対。なぜ僕がこういう育成をしてるかというと、っていう動画が、今後上がります。まあ、なぜこういう育成になったのか、まあ、検証してきました。そのディフェンダーに関して、能力に関して。ディフェンスの能力。についての検証してるんで、良ければその動画見てほしいです。その動画見たら、今後のディフェンダーの育成多分結構変わってくると思うんですよ。だからちょっとその動画見て、まあ、決めてもらいたいかなって感じですね。まあその動画できるだけ早く出すんで、その動画見てもらうために、まあチャンネル登録してもらってもらえたら嬉しいですって感じで終わりたいと思います。